ートメンタルケアです。今日は自己コントロールについてお話ししてみたいと思います。本来人間の心というのは自由なわけなんですね。ある出来事をプラス方向に捉えることもできるし、すごくマイナスな方向に捉えてしまうこともできます。これはもう自分でどちらに行くかっていうのを決められるわけなんですよね。一般的にはね、こう嫌だなと思うような出来事も自分の捉え方、感じ方を意識的に変えることによってマイナスなだと一般的には思われているようなことでもプラス方向でそれを受け取ることは不可能なことではないです。これを常に訓練していると自動的にそれがね、いつもプラス方向の捉え方ができるようになってきます。その逆にいつもやはり無意識の間にマイナス方向で受け取ってしまって、それを受け入れてしまっている人は常にマイナスな方向で受け入れやすくなってしまうものです。ですから普段どちらかというとマイナス方向に受け取りやすいなという方は意識してプラス方向に物事を感じ取るようにしてみた方がいいのではないかなというふうに思います。例えば渋滞をしている時にですね、本当にイライラしてなんだこの渋滞はと感じてしまうのがまあ一般的だとは思うんですが、まあそれをね、例えば自分のいろいろなことを振り返る時間に使えるなとか、物事を何か考えるのにゆっくりとこの渋滞を利用して、時間を使えるなとかいうふうに捉えた場合は、同じ時間なんですけれども、イライラして過ごすのか、それともその時間を使って充実した時間にするのかというのは自分で選べるわけなんですね。そういったことをできるだけいろいろな場面で意識的に行って、有意義な時間、マイナスな方向になってしまいそうな時間をプラス方向に変えていくための訓練をしてみたらいかがでしょうかね。だいぶその同じ時間でもね、感じ方を意識的に変えてみるとまた違った生き方ができるようになってくるのではないかなというふうに思います。ということで、まずはね、ある出来事に対してこう反応してしまうよりも、まず心の方をね、自分で先に感じ取ってしまうと。例えば朝起きたら何かがあってそれをああだこうだとジャッジするのではなくて、今日は朝目覚めたらもう今日はいい爽やかな一日が始まるぞというふうな気持ちを持つということがすごく大事になってきます。そうすることによって本当にね、爽やかな一日が始まっていくことができます。何かね、出来事を待っていてそれに対して反応するというようなやり方ではなくて、まず最初に、プラス方向のイメージを自分から作っていくことによって、そうするとね、出来事も意外と常にプラス方向で考えているとプラスの出来事を引き寄せるようになってくるんですね。これは不思議なもんで、本当に実際そういうふうにしてみるとそういう出来事が多くなってくるのは実感できると思います。ぜひ皆さんですね、そういうふうにして日常生活を送ってみたらいかがでしょうか。はい、それでは失礼します。